はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、スターウォーズメタリックフィギュアコレクションメタコレです。ということで、スターウォーズフォースの覚醒公開日ですね、今日はね。はい、はい、パパもこの後、この後っていうか、まあ人見てる人によって全然違うけどね、うん、あの18時半の初回を会社から急いで帰って見てると思いますこれ予約公開だからね、どうなってるのか、もうすごい楽しみ。見終わってもう一回この動画チェックしてるかもしれないけどね、うん、はい、はい、スターウォーズのメタコレをいくつか買ってきました。全部じゃないけどね、あのメタコレって言ったらね、ずいぶん前に出てたんだけど、うん、最近ね、あのフォースの覚醒用のメタコレが出ましたので、うん、はい、今回買ってきましたね。はい、はい、新しいのが、ジムさん4つですね、うん、カイロレンと、ファーストオーダーストームトルーパーと BB-8 とキャプテンファズマ、うん、はい、それと、昔のですね R2D2 それと C3PO、うん、これもね今回のフォースの覚醒に出てるから買いましたね、うん、はい、それと、ね、これ、前ねスターウォーズグッズを買った時にもらったんで、これ、うん、お店の人に、シャドーストームトルーパーっていう、うん、なんか多分キャンペーンだったと思うんだけど、うん、これだけね白黒、うん、これ箱モノクロなんだけど、うん、キャンペーン品だから、非売品だからね、うん、だからだと思いますね、まあ、なんでこれらも含めてですね、全部一つずつ開けていきましょう。おーい、じゃあパパ 3PO 開けますよ、うん、これそのまんま入ってるみたいだからな、うん、トミカみたいな感じ。おーおー、ちょっと重い。あ、すごい、うん、お、ちょっと想像以上にいいんだけど、うん、あ、想像以上に重い。ちゃんとメタルだね、うん、すごい、うん、はい、ということで R2D2 と C3PO ですね。はい、すごくいいじゃん、うん、ちょっとね予想以上に良くてパパびっくりしちゃった、うん、すごい、すごくよくできてるね、うん、で、しかも稼働するところがいいね、うん、あ、稼働は手だけだな、うん、と顔、あ、顔動く、うん、こっちも顔動くよ。 R2 は足も動くの？うん、あ、動くのね、うん、こっちがだけが動く。あ、前足は動かないけど横が動くんだ、うん、すごいじゃん、うん、R2D2 where are you? バーンこんなことあったね。あったあったあった。あ、腰動くじゃん、 3D。 え、腰動く？うん、あ、ほんとだ、腰動いた、うん、すげえ、うん、すげえ。これ割とポージングできちゃうってやつだよね、うん、顔も似てるし、うん、じゃあ次行きましょうか、どんどんね、はい、うん、ペちゃん BB-8 開けて。分かった、 BB-8 楽しみ。どうなってる？パパはカイロレン開けます。ドン、おっ、でかい、カイ、でかい BB-8、うん、おっ、カイロレン、あ、カイロレン、ハライトセーバー取れてる、取れてるっていうか、あ、これつけたり外したりできるの？うん、そういうことだ。はい、こちらが BB-8 とカイロレンですね、うん、ちょっとサイズ感が BB-8 大きいかな、うん、R2 がこのサイズで BB-8 これってのはないよね、うん、もうちょっとちっちゃいはずだから、うん、ここ合わせてほしかったな、うん、これは首だけだね、可動は、うん、BB-8 カイロレンは、首は動くの？あ、首は動かない、動かないけど腰が動きますね、うん、あと両手は動く、うん、これちょっと上に手が開いてる状態だから、ちょっと前にこれ出せばフォース使ってる感じにできるね、うん、ドーン。そしてライトセーバーはクリアパーツではないですね、うん、塗装ですね、これは、うん、でも赤だね、ちゃんと。そうだね、しかも十字になってる、十字になってる、もちろんなってるね、うん、この辺のマントはちょっとですね軟質パーツになっております。よくできてる、うん、ではエイシン君はキャプテンファズマ、パパはファーストオーダーストームトルーパー、はい、行きましょう。お、あ、ちゃんとブラスター入ってる、うん、はい、こちらがファーストオーダーストームトルーパーですね、うん、ちゃんとね、あのね、メタル仕様です、うん、首稼働して両腕も動きますね。あ、落としちゃった、ったで、腰は、あ、腰もちょいちょい動くね、うん、あ、足は、手はね、これが、あ、ブラスターです。塗装だね、こちらがキャプテンファズマですね。うん、いいじゃん、うん、かっこいいよ、ちゃんと銀で、うんうん、すごいな、うん、で、マントは取り外せる。あ、取り外せるの、うん、あ、ほんとだ、あらー、こうなるとなんかちょっとかっこ悪いなで、武器がこんな、うん、ゴールド、ゴールド、へー、うん、すごい。ファズマの可動は首と腕、両腕動くのかな、動くね、あと腰、うん、あ、あ、マントも動くよ、ま、マント動くっていうのかな、はいかっこ悪いかなっちゃったけど、うん、移動させるだけか。そうだね。じゃあ最後に、先日ね購入した時にもらったシャドーストームトルーパー、非売品のやつ、はい、開けてください。はいはい、これはね黒いストームトルーパーのはずなんだ、うん、おーおーおーおお、
あ、ブーツもついてる。かっこよくない？はい、こちらがシャドウストームトルーパーですね。うん、かっこいいね。うん、かっこいい。これね、ちなみに、映画では全く出てこないストームトルーパーですね。はい、ね、漫画で出てきたやつかな。漫画？うん、漫画なんてあったんだ。あるよ、いっぱいあるよ、漫画。えぇ、ー、ちなみにこのね、シャドウ舞台みたいなのがあって、それがあのパルパティーン皇帝のね、うん、お抱えのなんか最強舞台だったらしいよ。目が銀なんだね。確かに。お、かっこいいじゃん。うん、なんか黒のとそのマットな感じになってる。そうだね、うん、ピカピカじゃないね。うん、いいじゃん。あと銃もちゃんと黒。そうだね、うん、で、可動は首、うん、手、腰、同じとこだね。うん、はい、ということで回転台に乗せてみました。おい、いいんじゃない？いいじゃん、うん、こうやって回ってるとやっぱいいね。うん、それぞれやっぱさ、重いからさ、うん、ちゃんと安定して立ちますね。うん、うん、これはいいよ。いいね、うん、普通のベーシックフィギュアよりも全然安定してる。うん、倒れる感じしないしね。こと、ね、はい、ということで今回はスターウォーズメタリックフィギュアコレクションメタコレでした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はい、はい、皆さんもですね、スターウォーズフォースの覚醒見たかな。もう、見てないかな。見ないかな。見てる最中かな。わかんないけどね。うん、エシン君は見てるかな。吹き替えだったら見てるかもしれないね。はい、はい、ということで、今日の動画をですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、はい、そしてチャンネル登録はお願いしたよね。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、ということでスターウォーズウィークということで5日間にわたってスターウォーズ関連でやってみました。はい、初めての試みだった。はい、うん、パパはスターウォーズ大好きだし、エイシン君も好きだからね、うん、ちょっとやってみましたけど、うん、いかがでしたでしょうかね。まあ、たまにまたやりたいね、こういうことね。2年後スターウォーズエピソード8の時にやる。 8? そこまで YouTube やってるかわかんないしね。8なんかやるかな。8やる、もちろん。え、もちろんやりますよ。8、9と出ますよ。あ、9楽しみだね。いいんだ。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。